久々に2人再会したのでやりませんかって話を去年、そう、そのきっかけが今回のこのビースト、ね、ビースト、そうです、うん、ビーストの、プログレの館、はい、どんな館、プログレの館、そのプログレの館というイベントを私が何ヶ月かに一遍やらせていただいてですね、東京神田御徒町の、はい、そこで、永井さんにゲストに来ていただいて、で、ジェラルドやってみるみたいな話ね、なんか盛り上がっちゃったんですよね、その時の演奏がね、なんか後悔してません、ね、もしかして。いやいや、してないですよ。なんでですか。なんか今
私たちセラフィルをお招きいただきまして、本当にありがとうございます。今日はねすごい1回目ということもあるのかもしれないんですけど、すごい出演されるバンドさんがみんなすごくてですね、私ちょっとさっきのステージ終わってからちょっと出るのが超嫌だと思ったんですけれども、さっきあずさちゃんが楽屋で人間技じゃないような演奏されてましたねって言ったら、なんか「あ逃げですよ」って普通に返してたんですよ。
50番。はい。おお。リアスタのファンに。リアスタさんのファンにこれは私の命令で奈々ちゃんにあげるようにしてるんです。ということで、あの、ありがとうございました。はい、あの、素晴らしい。いや、もう楽しかったです。楽しかったです。あの皆さん本当にあの今日あの出ていただいた皆さんにですね大きな拍手をお願いいたします。本日はどうもありがとうございました。編集長にも大きな拍手を。これからもピースコマーズによろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ありがとうございました。